ネッツトヨタ広島プレゼンツ地域の宝物を発掘するプロジェクト、ネッツトヨタ広島安古市店営業スタッフ谷川さんのおすすめは、ネッツトヨタ広島全店でウェルを取り扱っています。体験してみたい。乗らせてもらおうよ。かわいい。電動車椅子のイメージよりもコンパクトでスタイリッシュじゃない？そうじゃね。操作も簡単、速度調整も片手でできるよ。楽だね。今日さ、お好み焼きの気分じゃない？それならね、いいお店知っとるよ。南国ムードのね、美味しい鉄板焼き屋さん。南国？ここここ、キコリってお店。看板にヤシの木がある。どんな感じなんだろう。うわー、いい香りする。ねー、かわいいお店だね。わー、本当に南国ムードだ。でもなんでこんな店作りなんだろうね。自分が海がもともと若い時から好きで、沖縄を旅行してから沖縄に魅了されて、でもともとアメリカ西海岸とか南国が好きだったもんですから、チャンプルされたお店が作りたいなっていう思いが昔からありました。広島風のお好み焼き、麺の方はガーリックパウダーとマーガリンでしっかり炒めて、お好み焼きはしっかり蒸して、キャベツの甘みも残して、トッピングはチーズがおすすめ。とろけたチーズのバランスがすごく合ってると思うので。いや、お好み焼きめっちゃ美味しそうじゃん。ねえ、チーズがとろっとしてる。ガーリックとチーズが合わさって美味しい。タコライスがミートの方に味噌をブレンドしたりして、コクをしっかり出してっていう風には作ってるんですけども、オリジナルですね。うちで調合した味噌を合わせて作ってるんですけど、まあこういう雰囲気のお店なので、落ち着いた感じがまあうちの持ち味だと思うので、沖縄にいるような雰囲気でゆっくりしていただける時間が作れたらいいなと思ってます。ネッツトヨタ広島で宝物をゲット。鉄板食堂キコリの1000円分食事券など60人に豪華プレゼント。さらに12月21日22日ネッツトヨタ広島福山店で福山のいいものが集まったイベントを開催します。イベントの詳細や応募方法はネッツトヨタ広島のホームページをご覧ください。おいしそう。じゃあ私このシフォンから食べてみていい？うん。